韓国の会社が作って韓国のエンジニアが作ったソフトでしょっていう話だと思うので、連絡相手いないからそのまま使わなくなるっていうので終わりなんですよ。日本人がほぼ使っているメッセージアプリの LINE ですが、韓国側が個人情報のデータを日本に渡していると嘘をついて、実際は中国がデータ管理をしていたらしいです。なんで日本はこのようなアプリを作れなかったのでしょうか。日本にもメッセージプラスみたいな LINE に出るアプリがあるようですが、全然浸透してないです。もし日ちゃんを作ったひろゆきさんが日本人向けに LINE のようなメッセージアプリを作れと加えたら、いくらぐらいで作ってくれますか。またひろゆきさんは作ることはできますか。別に作るだけだったら誰でもできますよ。時間とお金はかかりますけど。なので問題は作ったものをどうやって普及させるかなんですよね。 LINE が始まった当時って結構バッシングがあったんですよ。 LINE ってそのスマホに入ってる電話帳を勝手にアップロードして勝手に LINE の友達として紐付けるんですよね。なのでその電話帳をアップロードするのっていかがなものなのっていうのが初期の段階で言われてたんですよ。日本の会社とか日本人って世間でバッシングを受けると、じゃあこの機能をやめようってなっちゃうんですよ。でもLINE って親会社基本的には韓国なので、いやいやそんなしたこっちゃねえよ、電話帳を開けるやつは使うやつ、使わないやつはもう電話帳、要は電話帳開けないやつは使わなくてもいいよっていうので、電話帳をこうアップロードするのが当たり前の状況になって、結果としてその LINE をインストールすると知り合いとすでにつながってる、なのでもう連絡手段として使えますよっていうのが今はあのデファクトスタンダードとして成立してるんですよ。なので普通だったらメッセージアプリってインストールしても知り合いが全くいないので、これ誰と連絡すんねん、で連絡相手いないからそのまま使わなくなるっていうので終わりなんですよ。っていうどちらかというと素行の悪いアプリっていうのを作って、それをうまく普及させたっていうのが割と LINE の強さなんですよね。なので日本人がやると多分バッシングに耐えられないので、例えばそのコミュニティサービスって2チャンネルっていうのが日本初だったんですけど、でも最近皆さんの使ってるコミュニティサービスってその Twitter とか Facebook とかYouTube とか外国のサービスなんですよね。コミュニティ上で何かトラブルがあった時に日本人が運営してると、その日本人をバッシングするんですよ。テラスハウスっていう番組で SNS でバッシングする人がいて、そこの出演者の人が亡くなってしまいましたっていう時に SNS、Twitter とかをバッシングっていうのに行かなくて、書いたやつが悪いよね、日本人が悪いよねってなったんですよ。でもあれが多分日本人が運営する、なんか仮にじゃあ2チャンネルみたいな SNS 上で起きたとしたら、2チャンネルっていうサイトが悪いよね、日本人が悪いよね、運営者の西村博之が悪いよねってなってたと思うんですよ。でも Twitter が外国のやってる外国人のサービスだから、サービスに文句を言うんじゃなくて悪口を書く日本人が悪いよねっていうことになったんですよね。なのでメッセージアプリとかコミュニケーションアプリっていうのは日本人がやると不利なんですよ。なんでもし僕が本当にやろうと思ったら、多分外国に会社を作って社長を外国人にして、あたかも日本人がやってるかのように見えないようにやりますね。LINE は国産アプリですか韓国産ですか。英語で検索すると韓国で最初に開発されたとされてますが、なぜか日本では国産アプリと報道されます。国産アプリっていうと日本人は国産なんだって言って使ってくれるっていうのを期待して、韓国の NHN っていう会社が日本のスタッフと韓国のスタッフを使って作ったんですけど、一応その LINE 株式会社というのは日本の会社として作られていて、トップは NHN の韓国の人たちが来て、エンジニアもほとんど韓国の人たちだったんですけど、一応LINE 株式会社が営業を担当しているということになって、国産という形のブランドをつけてるんですけど、事実関係でいくと、いやそれは韓国の会社が作って韓国のエンジニアが作ったソフトでしょっていう話だと思うので、なので実態といえば韓国産なんですけど、とはいえ国産って言った方がうまくいくと。もともとその韓国でカカオトークっていうのがすごい流行っていて、こんなの作った方がいいよねとっていうのがあったんですけど、もうカカオトークでさらにはもうシェアを取っちゃったので、じゃあもう日本でやるしかないよねっていうので、日本である程度成功して他の国に広げようっていうので、日本でライブドアっていう会社を買って、そこをLINE 株式会社っていう形に変えて営業担当にしたんですよね。もともとエンジニアはその韓国のエンジニアの方が優秀だし給料も安いっていうのもあって、なので割と韓国主導で作ってたっていう、そういう状況です。家族が行方不明で警察を捜査中ですが、スマホの位置情報をなかなか取れません。法律だと思いますが良い方法はないでしょうか、心配です。法律の問題ではなくて取れないんですよね、スマホの位置情報は。ただし取れるものがあります、基地局です。一応その日本の場合って3つぐらいの基地局の電波を拾ってスマホが通話できるようにするんですけど、スマホの GPS の位置情報を外部から抜くことはできないんですよ。ただどの基地局がそのスマホにつないでますというデータは取れるので、なので基地局3つぐらいのデータでここつながってるよねっていうのが分かれば、そこの円書いて、あここだよねっていうのがある程度いけるので、なので残念
念ながらただの行方不明で本気で探す必要がないという状態だったんですよね。確かね、年間に行方不明者って届け出だけで数万人とか出てるんですよね。多くは単になんか喧嘩して奥さんが出て行きました、連絡取れません、行方不明ですって言ってるけど、別にムカつくから家帰んなかっただけで友達の家にいましたとか実家にいましたとか、うちの子供が帰ってきませんとかで行方不明なんですって言って単に彼氏の家に泊まってましたとかがよくあるんですよ。なので本当にガチで調べなきゃいけない行方不明っていうのが実はそんなに多くないので、なのでこれは本当に大変なんですって言ってもああそうなんですねって言うんだけど、まあ 2,3 日ほっといて本当に見つからなかったら調べようぐらいな感じで警察は割れてやったりするんですよね。令和3年 79,218 人なので、だいたい1日2日でみんな戻ってきちゃうんですよっていうのがあって、なので本気で調べてないっていうだけで、本気で調べるのであればスマホがその繋がる状態なのであれば、その基地局の情報というのが使うことができます。はい、ちなみになんか最近警察の犯罪白書を見たんですけど、誘拐って僕が想定する限り一番コスパ悪い犯罪だと思ってるんですけど、ドラマとか映画ではお金持ちの子供を誘拐してお金と引き換えに子供を戻してお金を取るみたいなのがあるんですけど、そもそも論自分とコミュニケーションを取ってる被害者、誘拐した子供みたいのがいて、そこで身代金を取って逃げ切るってかなり難易度高いんですよね。なので誘拐ってガチでやることってそんなねえんだろうなと思ってたら、年間に 2,30 件ぐらいあるんですよね。正確に言うと誘拐自体はもっとあるんですけど、ただそっちのもっとある方の誘拐っていうのは、離婚した親が親権のない側の親が子供を連れていくとか、親権が母親にあってもう離婚してるんだけどでも子供に会いたいから父親がその子供を連れてっちゃうみたいなので誘拐として手続きを出されるっていう、家族とか血縁関係のある誘拐っていうのも含むと確か年間100件ぐらいあるんですけど、本当にその家族とか血縁関係のない金銭目的誘拐っていうのも結構あるんですよ。だからそれがすげえなと思って、多分ねほぼ全部捕まってるんだと思うんですよね。だから誘拐って割に合わないのになんでやんのかなっていうのがすごい不思議なんですよ。でもね、割に合わないといえば全ての犯罪割に合わないので、割に合う犯罪はどれだろうっていう考えてる時点でもう頭悪いんですよね。金儲けたかったら犯罪をやらない方が儲けやすいよねっていう。先日中国メーカーのプロジェクターを購入したんですが、自宅の Wi-Fi をつなげるのがなんとなく怖いです。なんかパスワード盗まれそうで。アホな質問だったらすいません。ですね、一般的にはアホな質問のように見えるんですけど、実際に中国製のウェブカメラでこれ起きたんですよ。中国製のウェブカメラをつなぐと、なぜかいつの間にか Wi-Fi をのこう自由に使われていて、ボットが入っていて、その、ウェブカメラが自由にその中国の人から見られるっていう状況になってたっていうのは実際あるんですよ。フランスであったのが、キッチン用のそのなんか電子クッキングみたいなやつでレシピを入れるとその通りに調理してくれるみたいな機械があるんですけど、なぜかそれ結構安いんですけどカメラが仕込まれてたんですよ。別にクッキングする説明書にカメラがあるどこにも書いてないんですけど、なぜかカメラついてるんですよ。そんなカメラつけない方が安く作れるんじゃねって思うんですけど、なぜかカメラがついていたとかっていうのがあったりするんで、中国の製品っていやいやそんな普通ないでしょっていうのが常識ではそうなんですけど、実際そういうのもたまにあるので、なのでいやいやプロジェクターなんだから大丈夫ですよっていう風にうかつに言えないっていうのが中国製の凄さだと思います。今遠距離の彼氏がいます。3ヶ月に1度くらいしか会えないので連絡をお互いまみにしてますが、彼氏が今回2回目の連絡全くなしが4日経過してます。前は1週間ぐらい連絡しなし、気になる私が LINE を再度送りました。数分後に LINE の返信が理由を聞くと、残業続きで疲れて連絡できなかったらしいです。今返信が4日以上ないです。私は忙しくても忙しいのでお伺いになるかもって言えばいいのにと思ってます。彼氏はどういう気持ちで送ってないのかが分かりません。僕も連絡基本しないんで、まあ、今はもうコロナであんまりないんですけど、日本に 1,2 週間帰るっていう時は別に僕家族に連絡しないんですよね。別に報告するようなことも特にないっすって話なので、なのでそのなんか頻繁に連絡するのが当たり前であると思い込んでるのはそのあなたの方の思い込みであって、相手の人は忙しい時別になんかそんなに連絡する内容もないしっていうので、文章を書くだったら10秒20秒でできるじゃんっていう風に考えるんだと思うんですけど、何を書いて送らなきゃいけないか、送って返信が来たらそれに対応しなきゃいけないじゃんっていうので、心理的なエネルギーが必要になるんですよ。
本当にスマホを叩いてる時間というよりは、むしろその心理的なエネルギーが足りてないんですよ。例えばじゃあその洗濯しなきゃいけないよねって洗濯機にぶち込んでボタンを押すだけじゃないですか。でも洗濯って結構めんどくさいよねって思い込むのって、実はその自分が動く時間の問題というより、それをやらなきゃいけないっていう心理的なエネルギーが足りてないことが多いんですよね。例えば1日10分勉強したら1年間でこれだけ勉強できるじゃないかって言われて、1日10分毎日勉強できるやつなんてほとんどいないんですよ。なんでその心理的なエネルギーが足りてないっていう人にとってみると、 LINE を送るっていうのでも結構気を向けること自体が難しいっていうのもあったりするので、なのでその相手の状況をもうちょっと理解してあげた方がいいんじゃないかなと思います。